本さん、今回はですね、アンケートご協まあいろいろとですね家庭の事情がいろいろあるようでまあ今大変だとは思うんですけど、うんまあ、結論その、まあ、世の中お金ですから <laughs>、うんまあ、お金がないといろいろな問題を解決できなかったりとかいろいろ大変だと思いますんで、うんまあ、今の現状を変える そして乗り切るためにはやっぱり自分で稼ぐ力っていうのは絶対あった方がいいです。ってかないと多分この今の問題っていうのはなかなか乗り切れないんじゃないかなと思いますんでまあぜひですね、えーまあ、今回ネットビジネスはちょっと違うんですけどもやれば本当にお金稼げます。本当に。もうすでにプレゼント受け取って稼いでる人いますから、うん、ただまあそれができるかどうかですね。やるかやらないか。 で最初のうちは報酬も少ないですからその報酬が少なくても自分が、えー、そのコピーを書くっていうことに必要性を見いだしてこれがよ必ず次のステップに生きるっていうことを信じてできない限り、まり、あ、今回のプレゼントを受け取っても多分できないんじゃないかなと思います。僕ははネット13年ぐらいいやっててまますすけど、このコピーに関しし、最も大事なスキルだと思いますしなあの まあそのお店でも全部ポップでコピーがあったりとかあの山手線に乗ってもあの中づり広告も全部そのキャッチコピーですしまあ普段の生活から僕たちってもコピーにありふれて見てるわけですよそれは何気なく見てますけど本のタイトルのコピーだったりとかその何かを引きお客さんを引きつける興味を持たす上でそのコピーを書くっていうのは。 すすごく重要かなと思いますでお金稼いでいく上でやることっていうのは、まあ、あのまあ集客するだったり商品売るだったりアフリエイトするっていうことじゃないですかじゃあこれを集客するためにも、うん、他の企業さんもどういうキャッチコピーで目を引いて集客してるのかだったりとかどういういいキャッチコピーで売っっててるのかあとはじゃあ実際に、まあ、今回のプレゼントに関しては、えー、自分で文章を書いて 企業さんに納品してでお金をもらうというところで、まあ、稼げないということはないのでまずは、えー、実践して、えー、少ない金額でもお金稼ぎながらそのスキルをアップしていった方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで是非、えー、見ていただいて、えー、実践してみてください。ありがとうございました。